はい、どうも、奥です。明日から SBC ドリームツアーファイナルが、始まります。ギリギリなんとか滑り込みまして、来週からの柳川フューチャーズの前に、試合があるんですけども、今日、前日ですね、金曜日、プロアマ対決、団体戦というか、ダブルス4本、プロとアマが組んで団体戦をするという、交流会がありまして、その後これから、レセプションがあります。で、最初の挨拶でも、SBC の、トーナメント、相川さんから、こういうトーナメント、賞金もそうですけど、やっぱりその、選手とスポンサーを、結びつけるという、そういったコンセプトもある大会ですので、自分のね、そのテニス振る舞い含め、いろいろもっと考えていかなきゃいけないなっていう、大会となっております。で、交流会すごい楽しくできたんですけども、あとはそうですね、試合明日からグループ、なんていうんだっけ、ラウンドロビンで、4人1グループが4チームあります。で、僕は、西岡良人選手のグループに入りまして、もう2人が望月優輝選手と、磯村心選手、その4人のグループとなっております。1回戦は西岡良人選手と、試合ということで、ちょっとね、西岡選手も肩を痛めたような噂も入って痛めてるという噂も、ね、入ってきてますが、戦うだけということで、自分の課題に沿って、いろんな難しさはあると思いますが、全力で戦っていきたいなと思います。で、本当にこういった大会を開催してくださることに対してしっかり感謝を持って、取り組んでいきたいなと思いますし、こういう機会を、ね、生かせるかどうかっていうのは本当に自分次第なので、これまでやってきたことをしっかり、試しつつ、しっかり勝ちにこだわって結果を出して、でね、最近では本当に YouTuber かお笑い芸人かなど言われてますが、テニス選手としての、見せどころはやっぱり明日とか、その先の ITF だと思ってますので、しっかりね、そういったものに負けないようにプロテニスプレイヤーであることを、皆さんに忘れてもらわないように、覚えててもらえるようにしっかり頑張っていきたいなと思います。で、本当に16人、もう本当に誰が勝ってもおかしくないという実力ですが、ビーンズドーム、実際に足を運んで試合を見に来ていただけたら嬉しいんですけども、難しい方は、TBS スポーツっていう、チャンネルだったとは思うんですけど、YouTube チャンネルでライブ配信もされると思うので、そこでもぜひライブ配信で応援のほどよろしくお願いします。概要欄に貼っておくので、ぜひ見てください。そんな感じで今日は終わりたいなと思います。ちょっとね、2週間ぐらい前にいたクウェートの動画がまだ出来上がってないんで、ちょっといろいろ時系列がめちゃくちゃなんですけど、SBC の方が落ち着きましたら、クウェート遠征の動画などまた上げていくので、とりあえず今日本にいました。試合を明日から頑張っていきたいなと思います。こんな簡単な動画で今日は終わらせていただきます。1000万ね、なんとか手に入れたいなと思います。はい、ということで皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。